はいどうも、タンジです。信長の野望天正記シナリオ1、畑山義房やっていきたいと思います。だいぶ進んできたなっていう感じありますよね。浅井久政に取られてると。で、今の第二軍団、第四軍団がかなり兵士を持ってると。なるほどですね。ここかなりいますね。ここはちょっと畑山義房で行かないとまずそう。この辺からちょっと狭くなってくるんでね、うまくいかないと。嗣光がもう宿老にまで行けましたね。でここ一回徴兵しときま、攻められますね。ここ攻めてもらいましょうか。97持たせて、でここが0だから、第2軍団でも、1、2、ここがほとんど敵が、いるな、いますね。今川家が勢力的には相馬家が一番大きい。伊達がなんか残ってますね。畑山、今川と、惜しいっすね。畑山を上に向かわせて、義房を上に向かわせて、義継を真ん中に持ってくるっていうような感じにするのはどうかなと思ってまして、ここ攻めさせて木曽福島城まで進めばいいですよね。なので、よく考えあれですね。教育できないんだよな。遊佐嗣光動かしちゃいましたからね。逃げていくと、申し訳ないけどお邪魔ですね。これは失敗しましたね。ちょっとまあいいか。多分ここ今2回、ダメだ、失敗だった。一旦損してますね。でですよね、ここ82か、王女綱重82ですね。どうしようかなと。あれ開けてくれない俺開けてくれない、なんでだろう。今のところ開けてくれてもいいはずなんですけどね。ちょっと何で今開けてくれなかったのかもうちょっと本当に分かんない。ただまあ何にせよ北条綱重を倒すことができました。城をきちんと落とすことっ
と徴兵をすることはちゃんとやりたい。来ちゃいましたね。徴兵も先にしときますか。本当は最後にしたいんですが。で、ここは混乱で一斉攻撃でほぼ落ちそうになるところを突撃。いや見事にうまくいきました。あ、北条綱重逃げられましたね。ただお、あ、3人だ。1軍団今武将いましたっけ。あ、この3人しかいないか。仕事してほしいのはここ落とすこととここ落とすことと、ここを攻めることと、もう一つここ落とすことの仕事をしてほしいんですよね。他の軍団にもう1軍団作っとけばよかったかなって気もしてきましたね。まあしょうがないか。だいぶなんか武将も増えてきたみたいなので、もう一つ軍団作ってもいいんですけどね。さてここでだいぶ敵が多いと。で最強おじいちゃん長野長成政がいますね。これ絶対こっちに攻めてくる。でそれ以外の敵としてはそんなに危険なやつはいないですね。あーでもこの辺結構、あ、すごい武将なんだ横田高松。きちんとこう山に入っていないと長野長成政が攻めてくる。お、だいぶ減らせましたね今。よしよし。でここ貼っとけばいい感じに横に来てくれる。お、これ諸角もいい感じに倒しそうですね。あ、山に入ってきちゃったけど混乱したのでラッキー。斎藤智信、横田高松がどこにいるかですね。あたぎ、あたぎって読むってさっきというかこの前勉強したんですよね。あたぎ冬安ですね。あんま強いわけじゃないですけど水軍が B っていうのが時にはすごい役立ったりしますね。よしよし、まあ、なんとかですけど倒せてますね。いやだいぶ地防が上がってきて徴兵数が増えたんでね、それがやっぱ大きいですよね。あー、ここちょっとあれだな。あー、2つ城落としたいんですよね。無理に攻めちゃうか。こっち、うちの城には攻めてこなかった。よし、取れましたね。あ、ここはさすがに先に行けないんだな。多分そういう仕様なんでしょうね。敵の方が城に近くなるっていう風な感じになってんだと思いますね。あ、なんだこいつ逃げてくれないんだ。逃げてくれ。あ、逃げてくれない。いや、どうかギリギリ取れるかもしれないですね。4ターン。なんか城に一人いる。1、2、3、どっちから行っても同じですね。これ水軍が良ければ一発でいけんだけど
いや本当にギリギリですね。徴兵が できない。ああなんてこった。いやこれどうしようかな。突撃しますか。1、2、3。ああ取れましたね。よかったって言えばよかった。あこれで松永家は滅亡でしたね。いやなんでかっていうと、今松永家がここに残ったとしたら、ここ攻めたんですけど、そうすると多分相馬家が戦争に参加しなくて、こっちの城が取れないのが嫌だなと思ったんですよね。でここはもう攻めて、ここまで春日山城まで行っちゃいましょうか。あいい感じに畑山義継が一緒に出れるので、畑山義継に城を取らせちゃいましょうかね。彼の戦闘能力を上げると、今誰か足軽 A でしたね。あ上泉信綱いますね。剣豪この頃はまだ若いかもしれないですけど、もしかしたらな。でも40いくつとか言ってそうですけどね。この人も結構年で出てくるので強いんですよね。味方に欲しいぐらい。魚津城に入る。ここは割と簡単ですね。早くクリアできそう。あ、まとめようも義継の方が城を叩くのにダメージ大きく出せるみたいな感じでしたね。やっぱ99と今20ぐらいしかいなかったんで、兵数が少ないとやっぱりダメージが少ないって感じですね。ここついて、ただ城殴るのは、いや城殴るのも義継にやらしちゃいましょうか。運よく足軽適性が上がればって思ったんですけど、残念ながら上がらず86になりましたね。戦徳 B だと城取っても1回じゃ上がらない時とかあるので、もしかしたら前に1回上がらなかったから今回上がったのかもしれないですけどね。運が良ければ一発で上がるのか、単純に2回やらないと上がらないのか、ちょっと分かんないですね。まあ多分なんか決まってんのかな。その1回で上がるっていうのも、1上がって2上がって1上がって2上がってみたいな、多分決まってるんでしょうね。戦闘の最大値が高かったりすると、戦徳 A で200とかだと戦闘 2上がったりするんですよね。多分その辺が、まあ戦徳 B でも戦闘の最大値が高ければ1回で上がる時もあったりするのかなと。で6、どうしようかな。畑山義継で倒そうかな。一斉攻撃来てね。ここで待機して、ここで待機した、あ間違えた、ここに行って、で混乱決めてみましょうか。あ、決まりましたね。よかった。で、一斉攻撃。叩いて、あ、これ一発じゃ落ちないな。よいしょ。よし。で、ちょっとこの大混乱されると嫌なので、離れます。させてから殴ると、ターンに余裕があるんでね。混乱
括やってきてますけど、一括は地方があまり低いと決まりづらいっていうのが確かあるはずなので、あんまり食らわないんですよね。1食らわせて、おお、やっぱ強いですね。あれ？さっき14だったのに、ちょっと2ぐらい残ると思ってました。まあいっか、結構いっぱい捕まりましたね。1,2,3,4,5、よーしいい感じで、相馬家の武将が38になりました。とここ徴兵ゼロじゃないですか。でここに畠山義次を置く。で畠山義房は久しぶりに施しでもやりますか。でですよね、ここに第二軍団がいて、ここにも第二軍団、ここに第三軍団とか置きますかね。で、この辺に第四軍団を置きます。これで攻めてくれるんじゃないかなと。第二軍団がここ攻めてくれるかどうかちょっと微妙ですね。けどこう移動でここに持ってこれないので、ちょっとこれ以上の策は取れない。でコマンド終了します。二条城を落とす。あ、第二軍団が落としちゃいましたね。くそー、第二軍団他にもいろいろやってほしいのにな。あー、第二軍団右の方を攻めてほしかったんですけど、ダメですね。ここは落としてほしい。ナイス。あー、北条氏家、北条逃げましたね。あ、これはちょっとあれですね。177。あ、仲間の武将もいないので逃げちゃっても構わないですね。とりあえず敵の戦闘力を見たい。ここ山低いに構えれば結構粘れるとは思うんですが、敵の戦闘力を見ます。89、82。ちょっとダメですね。これ逃げます。よいしょ。で今すごい音をゲームの音楽にしたいんですけど、どうしたらいいのかなと思って、ステレオミニプラグを買ったんですけども、多分抵抗なしのケーブルってやつになるんですけど、それを PS ビータのヘッドホン端子に入れて、で PC 側がマイク端子に入れるっていう感じで繋いだんですけど、ちょっと PC 側で音が全然出てくれなくて、てっきりそうやって繋げば PS ビータの音がパソコンのスピーカーから出るのかなっていう感じで、それで録音できるのかと思ってたんですが、なんかそれができなくて、どうやったらいいのかなっていうのがちょっと今わかんないんですよね。やっぱカエルの歌じゃなくてゲームの音楽流したいんですよね。どうしたもんかなと思って、実は答えが出てないです。誰か知ってる方がいたら教えてほしいんですが、ちょっと今の再生数だと教えてくれる方がいないっていう残念な状況なんですが、
PS Vita、まあ録音が携帯でやってるので、まあ、PS Vita の音量を最大にしておけば携帯の方で音拾ってくれるかなみたいなのも、まあ、可能性としてはあるんですけどね。多分あんまりいい音じゃないですよね。そもそもちょっとマイクを買おうかなっていうのを悩んでるんですが、マイク安くて3000円ぐらいなんですよね。ちょっと遊び感覚で今やってるので3000円出すかっていうところでちょっと悩んでますね。私のチャンネル登録者数を見て分かる通り、まあ YouTuber でね、収益にはなってないです。あー、ここまで取られちゃいますね。取られたと。ここもちょっと兵士がいないので取られちゃいますと。春日山城を攻めてくれればいいんですけどね。あ、攻めてくれないですね。六角が城を取ったと。あ、嫌ですね、強い武将だから。あ、二人目。三人目。あ、強いやつばっか取ってきますね。あ、四人目。ひどいひどいですね。めちゃくちゃ城取られましたよ。お、攻めてきてくれた。これはラッキーですね。お、すごい人数。いやー、これ普通だったら幸福の一手ですが、いや、私には勝てないでしょう。そんな兵数でも全然返り討ちですよ。まず徴兵。いや、俺城入ったらね、もうまたさらに15とか増えますからね。あ、でもどこで守るかな。ここの入り口付近で守りたいんですが、ここ入り口2つあるので、私がこの辺に張っちゃうと逆側から攻めてきちゃうんですよね。そうなると抜かれちゃうと。しょうがない。いや、これ意外と守りにつらいな。ここですね。ここしか守れない。お、23も徴兵できましたね。ラッキー。で、もうさっさと入ってきた敵を全滅させて、で、再度出撃ってなれば徴兵ができるので、まあ理想としてはそれなんですけども、ちょっと残念ながらできないですね。あ、これ戦闘やりますか。大根ラッキーですね、これ。あ、ていうか腹取るとね、捕まってなかったんですね。いや、戦闘力高いから厄介ですね。うわ、もうこれ相馬家の最強武将たちが多分集まってきてるんですよ。ある意味ピンチなんですけど、ここさえ乗り切っちゃえば残ってんのがもう弱い武将ばっかみたいな状態になるので、逆にチャンスなんですよね。でもう相馬家が弱い武将ばっかになっちゃえば、まあ、その後はコンピューター任せでも結構攻めれちゃうんで、第二軍団からですね、任せるような感じ。ちょっと今第4軍団までしか作ってないですけど、第8軍団までどっか作った方がいいですよね。混乱させる？ダメですね、入んないですね。ちょっとあんま余裕があるわけでもないので、ちゃんと混乱させて撃破していきたいかな。
倒せましたと。で、敵が360ぐらいいて、私が80ぐらいだったので、4倍から5倍ぐらいなんですよね。結構厳しいんですよね、正直。混乱は決まんないっすね。いやでも強い武将、まあ、強い武将は混乱して倒したいな。あ、ラッキーですね、これ後ろ攻撃してくれて。でも私が下がるわけにもいかないので、なんとなくあーこっち来ちゃった。で変な消耗しない方が41の63。ああ3も失ってますよね。4倍、あんぐらいの敵でまあ4倍よりはいかないかなって感じなんで。ああ、なんだ、これ後ろに回られたらちょっと嫌ですね。大混乱嫌ですね。大丈夫か。50で今兵士が、敵の兵士が6兵。 あれですね、城の中に180ぐらいいた気がするんですけど、全員出てきてないかもしれないですね。そうだとしたら全然乗り切れそう。ちょっとチラ見してみますか。ああ、これ全然いけますね。大丈夫だ。よかった。倒せそうではあるんで、もう混乱とか使わなくてもいいかな。こういう足軽 A みたいなやつって減らないですよね、なかなか。1回の戦闘で減る量が少ないって感じなので、ある意味防御力が高いっていう感じになると思うんですけど、まあ戦う回数が増えるのでその分こっちも被害を受けてしまいますよね。よしよしよし、25も残せた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いや結構いい感じでやれましたね。お、芦名守良治が頑張ってる。ナイス、これはいいですよ。同盟国ですからね。いや逆にもう彼のいるところまで攻め上がってしまえば、お、ラッキー、上がってしまえば、これどうしようかな、戻っちゃいましょうか。城取りに行きます。いや待って、徴兵するのもありかな。いやあっち側どうせ取らなきゃいけないですもんね。これどこ行こう。ちょっと有利地形、あ、ここ行きたいですね。ここで待ったら、あ、入られちゃった。入られちゃうんだ。くそ、思い通りいかないですね。しょうがない。あ、入られちゃうんだったらむしろなんかここで待ってればよかったですね。この城に入って、ついな、完全に無視していってますね。
HK で戦いたくないけど、そんなこと言ってられなくなってきちゃった。今川氏じてる大名ですね。大名は捕まらず、ちょっと中途半端ですが、城を1個取って、この大津城に引きこもるっていうのもありかな。どうしましょうかね。どうしようかな。これちょっとタクですね。やっていうのも、芦名守氏のいる城まで攻め上がっちゃった方がいいんじゃないかっていうね。芦名守氏の背後を守ってやれば向こうは活躍しやすくなると思うんですよねって思ったんですけど、なんかもう天下といつも近いので潰れてくれた方が早く終わるかもしれないですね。さあ攻めていきましたね。あ、七里頼彦もいる。あー敵多いな。遊佐継光で敵を倒すですが、あ、宿老強い。77。これは嫌ですね。突っ込んできちゃいますね。まさきがすぐに倒せればいいんですが、いやきついですよね。あ、向こう行ったな。いやダメか。いやダメか。倒してくれない。お、いいですね。これでまさきが行っちゃったので、北条綱重が倒したいんですが、いやそんなうまくいかないよな。いや誰か来ちゃいましたね、こっちに。これ誰だ。ああ北条綱重か。城に入るしかないですね。あ、北条綱重入ってくれた。ああなんか囲まれてる。なんで道に出てるんだ。いや七里よりしか取られちゃうな。運よく逃げてくれればいいんですが、いやこれ倒せないかな。いや逃げ方下手くそだな。ちゃんと山ん中逃げてほしいですよね。まあしょうがないですけど、よし倒せるんですよ。暗殺強いんで。七里頼親は徴兵があるので、いい感じにこう士気を上げて、で最後徴兵を決めてくれれば案外返り討ちにできるんじゃないかなって気もしますね。でこの安田長秀さえ倒してしまえば、こっちに来た敵に関しては遊佐継光で倒せると思うんですよね。52。あ、安倍の元真がいるんだ。ちょっとおよっと、これですよ、一撃で倒せるとき。これがあるからね、暗殺は強いっすよね。で今2人入ってきちゃったので、安田だけ倒せればなんとか。よしよしよし。でこれあとは有利地形で戦えればいいんですが、これもいいポジションがないですね。ちょっともう素直にここで待ってますか。
式上げて待ってますね。で、城叩いてきたら、城叩いてくるあたりで混乱を決めれば結構有利に戦えるんじゃないかなと。これ七里より近い、今臨時招兵しなかったですね。どうしたんだろう、なんでやってくんないの。あれ、おかしいな。あれ、徴兵しないぞ。何してんだ。もっと減ってからじゃないとしないんですかね。なんでこう味方だと本当うまく動かないですよね。今まで全然士気上げてなかったし。あ、でもこの城はいいですね。この守り、この攻めるところが。ポジションが悪いので地形適性がねちょっと低いところなんで、あ、これラッキーだな。壁登りしてきてくれれば。あ、もう攻め込んでますね。いや、臨時徴兵してくれよと。臨時徴兵しないで終わっちゃいましたね。もったいないな。あ、これラッキーですよね。こうしてつぐみつですらこう4兵ぐらいしか減らないで倒せましたね。いや、素晴らしい。いや、完璧でしたね今のは。いや、本当危なかった。七里より近で、これどうしましょうかね。あ、とりあえず今日はちょっとこれでおしまいにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。